アイスムボイレピ朝ごはん、とろとろ卵のクロックマダム。おはよ。もう太陽がすっかり昇ってるよ。はい、セイロンティー。見て、太陽が紅茶に映ってる。朝食はね、パンの中に太陽を閉じ込めたみたいなメニュー。なんだと思う？まずはアルミホイルにサラダ油を塗って食パンを置き、ホワイトソースを塗る。食パンの真ん中を開けるようにして、その周りに土手を作るようにシュレッドチーズを置く。食パンの真ん中に生卵を落として、アルミホイルごとオーブントースターで10分から15分焼く。僕は片焼きよりもとろーりとした卵が好きなので、焼き時間は200度から210度で10分間。焼き上がったら塩を振って、胡椒を引き、とろとろ卵のクロックマダムの出来上がり。熱々をどうぞ召し上がれ。おはようございます。アイスムボイレビ朝ごはん。セイロンティーにはちょっと思い入れのある千葉翔也です。朗読劇で題材にした紅茶があるんですけど、朗読劇が終わった後もその思い出を確かめるかのように紅茶飲んじゃいますね。さて、アイスムボイレビ朝ごはんは声で届ける簡単ボイスレシピ、休日の朝が楽しくなるような家でできる朝カフェレシピをご紹介しています。今回のレシピはとろとろ卵のクロックマダムということで、僕千葉翔也の好きな卵も入っているレシピとなっております。基本的にはこちらの料理の作業工程は5分くらいで、あとは焼き時間となりますので、休日の朝なのでゆっくり過ごしながらリッチな朝食が楽しめるんじゃないでしょうか。それでは朝カフェ気分で僕と一緒に作っていきましょう。材料をご紹介いたします。こちらは2人分です。まず6枚切りの食パンを2枚、市販で構いませんのでホワイトソース、こちら 70g、シュレッドチーズ 60g、 卵は2つ用意してください。ここで注意点なんですが、この卵はですね、大きい方が多分みんな嬉しいと思うんですけど、小さめを用意した方が後が楽だと思います。塩少々、黒胡椒少々、サラダ油少々、こちらの材料を用意してください。揃ったでしょうか。それでは料理スタート。1、食パンにホワイトソースを塗る。ホワイトソースを塗る前に、まずはパンをのせるアルミホイルにサラダ油を塗ります。パンが乗るサイズよりも一回り大きなアルミホイルを2枚用意します。ここのね、サラダ油を塗るのだけは忘れないでください。後で、致命的なことになりかねないので、しっかり塗ってください。上の面にサラダ油を薄く塗っていきます。こっちもかな。基本的にですね、
このひと手間で後で幸せな出来上がりになりますので、ぜひぜひ、しっかり塗っといてください。この時キッチンペーパーを折りたたんでハケの代わりにすると便利です。折りたたむ大きさは化粧用コットンのサイズくらいだそうです。もしかしたらこれを聞いてくださってる皆さんの方がサイズ感に、ああこのくらいかってわかるかもしれないですね。はい、こうしてサラダ油を塗っておくと、焼いている時にチーズが溶けて流れてしまってもくっつきにくくなります。それではそれぞれのアルミホイルの上に食パンを1枚ずつ置いてください。ホイルの縁は少し折り曲げておくと持ちやすいですし、チーズが溶けて流れてしまっても受け皿になってくれます。それでは食パンにホワイトソースを塗っていきましょう。今回ホワイトソースは作らずに市販のもので簡単に料理していきます。まあ休日ですから頑張りすぎずにゆるーくいきましょう。ホワイトソースを作ったけど残っちゃったというような時は、今日のレシピで翌日の朝ごはんに作るのもいいかもしれません。目安は2枚分で 70g くらい、隅々まで塗ってください。本日のレシピ、クロックマダムに似ているホットサンドで、クロックムッシュというのもあるんですけど、皆さん聞いたことありますか？フランスのカフェで作られたホットサンドの一種で、バターを塗ったフランスパンにチーズとハムを挟んで焼いていくそうなんですけれども、このクロックムッシュに目玉焼きを乗せたのがクロックマダムと言われています。マダムの方がちょっとおしゃれというか、ひとひねりあって、あれですね、マダム感がありますね。おしゃれをしてるってことなのかな。そんな話をしている間に、ホワイトソース塗れましたか？次はチーズと卵をご用意ください。2、シュレッドチーズを乗せる。食パンの真ん中は開けておいて、その周りに土手を作るようにシュレッドチーズを持っていきます。この後この真ん中に生卵を落とすんですが、こうしてシュレッドチーズの土手を作っておくことで、落とした生卵が流れ出なくてシュレッドチーズがせき止めてくれるというわけになります。2枚ともシュレッドチーズの土手を作りますよ。真ん中をうまく開けておいてください。今回僕は丸く真ん中を開けて土手を作るんですけど、もし何かこういう形にしたいみたいなのがあったら、好きな形にしてみても OK です。でもですね、この土手なんですが、後で卵が流れ出てしまわないように高めに作っておくといいですよ。ちょっと高めに作りすぎたかなっていうぐらいで多分ちょうどいいと思います。土手ができたら次は卵を人数分ご用意ください。3、卵を割って食パンにのせる。食パンの上に作ったシュレッドチーズの土手の真ん中に生卵を落とします。材料紹介の時に小さめの卵の方がいいかもしれませんと言ったんですけれども、この時に量が少ない方が溢れにくくなるからなんです。もうですね、ここさえクリアすればあとは成功間違いなしなので、ご注意ください。卵は直接割って落としてもいいんですけれども、ちょっと自信がないかもという方は、一度ボウルや容器に割り落としてから食パンの上にそっと乗せてみてください。できましたか？緊張しますね。もう一ついきましょうか。はい、よくできました。これで焼く準備も整いましたよ。4、オーブントースターで焼く。アルミホイルごとオーブントースターに入れて10分から15分焼いていきます。卵が落ちてしまわないように慎重にオーブントースターまで移動してください。
この時に白身がこぼれてしまうとパンにくっついてしまって取りにくくなってしまいますので、ここは慌てず丁寧にゆっくり動いてください。大丈夫ですか？焼き時間は200度から210度で10分くらい焼くと卵がとろーりと焼き上がります。14分くらいで半熟、それ以上焼くと黄身まで固い仕上がりになります。お使いのオーブントースターによって焼ける時間が違ってくるので、時々焼き加減を見ながらお好みの硬さに仕上がるように調整してください。はい、セットできましたかね。ここからは焼くのを待つということで、10分ちょっとトーストタイム。この時間をどう使うかと言いますと、質問を用意してくださったそうなので、僕がひたすら答えていこうと思います。皆さんは座っててください。まず最初の質問は、少し前に出演した舞台紅茶王子はティーカップに満月を移すと紅茶の精が現れ、3つの願い事を叶えてくれるという設定でしたが、今叶えてほしいお願いを3つどうぞ。なるほど。こちらはですね、結構ささやかなお願い事っていう、ルールがございますので、いきなり例えば億万長者とか土地をくださいみたいなのはできないんですよ。なので、まあ、別にそのぐらい求めてないんですけど、僕そうですね、朝もう好きな時間に起きれる力が欲しいですね。スッて起きてすぐ覚醒できるみたいな。やっぱ起きてから3時間ぐらいはどうしてもぼんやりしてしまうので、それが一つと、あとは足が速くなりたいですね全然遅い方じゃないんですけど、なんだろう、大人になるともうこれ以上速くなることって多分ないんですよ。その短距離走とかでちょっと、なんだろう、自分の最速がこれで終わってしまうのはもったいないなって、例えばそれこそ朝ね遅れそうだった時に走ってて思うので、それとあとはそうだな、あ、髪型を結構ガラッと変えたいんですけど、何か一番似合う髪型に自動で変えておいてほしいですね。自分の意思じゃなくて、誰かにこれ似合うんじゃないって言われたやつに変えたいです。続きまして、これまで行ったカフェの朝食でもう一度食べたい朝食を教えてください。こちら僕前もってアンケートで書いたのは、エッグベネディクトとかキッシュとかそういうものが思い出深いって書いたんですけど、やっぱおしゃれじゃないですか、エッグベネディクトって多分最初に食べたのは大学生なのかな、高校生ぐらいまでは僕は本当に朝ごはんって、まあ自宅でね、家族が作ってくれたものを食べていたんですけど、まあ大学生ぐらいになってくると、ちょっと一元じゃない時一元は早すぎるので、二元三元ってなった時に遅めの朝食を外で取ろうってなったら、まあ例えばカフェに行ってみてエッグベネディクトだったり、まあ、キッシュだったり、そういうなんかコーヒーと一緒に食べたら、なんだろうな、一日が幸せな気持ちになりそうなものをね、初めて食べたんですけど、そういうのってやっぱり大人になったなーって気分になりましたね。なんかそのちょうど僕大学1年生の時に声優のお仕事を同時並行で始めてるので、まあ多少なりともその自由に、できるお金が、手に入った時に、なんだろう、今まではファーストフードのお店でも100円で済ませようとか、200円でどうやってお腹いっぱいになるかなって考えてたんですけど、ちょっと今日はいいご飯を食べようじゃないかっていう風に思ったのが多分きっかけだと思いますね。
でも今になってカフェで朝ごはん取るのをみんなすごいなんかスタイリッシュな格好で出かけてきてるんで、走って息切らしてきてる人とかいないから落ち着いていけるようになりたいなと思います。アップルパイとかね、いやもうガレットとかね、あとフレンチトーストとかね、朝からでも甘いものいけるたちなので、そういうのが好きです僕は。そんな話をしているとトースターのことを忘れてしまいそうになるんですけれども、ここでクロックマダムの様子を覗いてみましょう。ガラス越しですけれども、どうですか？まだ白身もあんまり固まってないですかね。このまま焼いていきましょう。続きまして、こちらボイレピユーザーの方から質問をいただいたそうです。ありがとうございます。匿名の方ですけれども、おすすめの朝カフェメニューはベーグルサンドという20代の方からです。ありがとうございます。あ、この方は僕千葉翔也のことをナビゲーターにリクエストしてくれたということで、ありがとうございます。すごい、実際にその通りになりましたよ。じゃあ仮にベーグルサンドさんとしましょう。ベーグルサンドさんからです。料理も声優も好きなので毎月楽しみにしています。ガレットやトーストのアレンジなどのレシピが知りたいです。誰かに振る舞いたい料理は何ですか、ということで、ご希望と質問をいただいてるんですけれども、まずは、僕が答えやすい誰かに振る舞いたい料理なんですけど、考えてみた時に僕のその料理スキルだと、一人で作ってこれを食べてごらんっていうのは多分ちょっとハードルが高いなって思ったんですよ。なので例えば一緒に、まあカレーでもいいんですけど、シチューでもいいんですけど、なんかこの隣にキッチンに立って一緒に作れるようなものがいいかなって思いましたね。そういうのって多分お互いに好みとかも出てくると思うんですよ。辛いのが好きとか甘いのが好きとか、こういうのが入ってるのが好きみたいなのを話しながら作れたら楽しいかなって思いましたね。ここだけは自分頑張るよみたいな、毎回毎回これは練習してきたからこれは頑張らせてみたいなのをやってきたら、いつの間にかね、料理も上手くなっているのかもしれないし、あれこないだまではそんなことできなかったよねってびっくりしてもらえたら、より料理が楽しくなるかなって思いました。そんな感じなんですが、ガレットとかトーストのアレンジのレシピはまあちょっと多分どこかのタイミングでボイレピさんがですね、素敵なのを紹介してくれると思うんですけど、一応調べたんですよ。さすがに何も答えられないのはなと思って。ガレットって皆さんの中でどういった形態で食べるのが一番、イメージとして上がるのかなってのがちょっと分かんなかったんですけど、いろいろ調べていった時に思ったのは、ガレットってそのまあそば粉なり、粉を使って生地を作って中にまあなんだろう、具材を入れるじゃないですか。なので出汁とかなんかその味が逃げないのかなっていうので、結構キノコを乗せたりとか、そういう旨味みたいなのが閉じ込められたらより美味しいみたいなものが結構出てきたので、そういうのがいいかもしれませんね。僕は本当にキノコが好きなので、そういうのもいいなと思いましたし、あとはアボカドとかそういうデザートにもなるし主食にもなるみたいな、具材はガレットに合うのかなって思いました。なのでベーグルサンドさんもぜひやってみてください。ベーグルサンドか、僕ベーグルって自らの手で買ったことないですね。ベーグルサンドっていうのはベーグルでサンドしてるってことですか？そのままか。なんかベーグルって硬いパンだから、あんまり何か挟むっていう
イメージがなかったんで食べたことないだけかな。食べてみたいな。いいですよね、なんかその本当にベーグルとかっておしゃれなご飯の代名詞的になってきてるなって思います最近。うん。あとはなんか本当に合わせるコーヒーの味とか、まあ、それこそさっき話した紅茶とか日によって変えれたら最高ですよね。この間カフェで初めて行ったところで男性のマスターの方、結構年配の方だったんですけど、一人で切り盛りしてるところにお客さん誰もいない状態で入ったんですけど、まあ、値段がそのなんだろう、僕が想像していたコーヒーの3倍ぐらいの値段だったんですね。で、あ、高いなーと思って、まあでもそういうものなんだろうって思って、一番まあその中だとオーソドックスなのかなって思ったブレンドコーヒーが、まあ、一番値段が安かったんですよ。まあこの店に来て最初に飲むのはそれがいいのかなと思って、じゃあこれでって言ったら、そのマスターにそれだとつまんないよって言われてそっか最初からチャレンジした方がいいんだなって思いました。なんかだから皆さんもこういう味が最初だと邪道なんじゃないかとか思っても、とにかく好きな味をチョイスしてみてください最初に。はい、続きまして、最近気に入って聴いているジャズやシティポップの楽曲名やアーティスト名を教えてください。あ、僕が朝起きてコーヒーを入れてパンを焼いてそういう音楽を聴きたいって言っていたのを拾ってくれてますね。なんかシティポップって自分が思ってたよりも随分ちょっと前の世代からもあったものなんだなっていうのを勉強したんですよ。それ本を買いまして、この100アーティストだけは聞いておけばいいみたいな本を買いまして、今ってすごい便利なので、レコードとか借りに行かなくてもサブスクだったり、あとはまあ本当に動画サイトとかに、公式で載ってたりするんで、それをスピーカーから流すんですけど、結局ですね、まあ基盤を築きましたみたいなのはシュガーベイブっていうバンドだったりとか、なんかその山下達郎さんとかがいいんですよね。あ、これこれ聞きたかったやつみたいな感じになりますし、だ女性だったら竹内まりやさんとか、そういうのを聞くとすごくシンプルな構成なのに何回も繰り返し聞いても飽きないというか、むしろ聞くたびになんかその自分も乗り方が分かってくるみたいな気持ちになるので、そのあたりはいいところから入れたなって思いましたので、皆さんも聞いてみてください。仮に曲とかをねかけてたら、こういうトーストを焼いてる時間とかもすぐ過ぎちゃうかもしれません。はい、では再びクロックマダムの様子を見てみましょう。10分程度でとろーりで、14分くらいで半熟になってるかなというところです。あー、チーズが焼けてますね。本当にチーズが焼けてる時の香りって食欲が出てきますよね。いや素晴らしい。これはね、ムッシュよりまずはマダムでチャレンジしてよかったなと思いました。それでは取り出してみましょう。5、仕上げに塩と黒胡椒を振る。アルミホイルごとトースターから取り出しましょう。はい、熱いけど気をつけてください。アルミホイルから外してお皿に移します。この時、塗ってくれたオイルが仕事をしてくれます。塗らないと貼り付いてしまうので本当に気をつけてください。そして塩を振って黒胡椒をひいたら、あー、このグツグツしてる感じが
たまりませんね。熱いうちに食べたいんですけど、でもちょっともうそれだと火傷しちゃうんで一旦待ちつつ、それではチーズがとろーり、とろとろ卵のクロックマダムの出来上がり。やったー。それではどうぞ召し上がれ。アイスムボイレピ朝ごはん、今月の朝カフェレシピはとろとろ卵のクロックマダムでした。簡単な工程に思えるんですけど、チーズと卵で出来上がった、料理って絶対に美味しいですよね。なんか10分も待つのは少し長く感じるかと思ったんですけれども、待った甲斐があったなと思いました。早く起きた朝も、ちょっと遅くなってしまった朝も、朝カフェレシピでいい休日をスタートさせてください。僕はこれを食べたら、そうですね、昼から映画を見るという贅沢な時間にしたいなと思います。それでは今日も一日笑顔で楽しく過ごしましょう。ご案内は千葉翔也でした。ではいただきます。